総合社会学部の社会マスメディア系専攻の3年生の辻です。スポーツはサッカーと、まあ、大学で見始めた相撲と、まあ、スポーツ全般見ます。法学部法律学科で新2年生の栃崎です。好きなスポーツはもともと私バスケットをちょっとやっていて、でもまあ両親の、影響もあって野球が好きになりまして、生っ粋の巨人ファンです。ちょっとこのこと言っていいか分かんないですけどで、まあ、一応その、近代の、ね、2016年度卒の畠選手が、まあ、巨人にいらっしゃったりしてるので、まあ、野球部担当してるんで、まあ、野球のことはある程度、はい、ここでもいろいろお話できるかなとは思います。じゃあ金スポの基本情報お願いします。今現在部員数は男性10名女性11名の21人で活動しています。基本的に土曜日と日曜日は、まあ、体育会のその試合に取材に行って写真撮ったり選手や監督に話を聞いたりして、週に1回必ず会議をしています。まあ、会議ではその試合の取材の結果報告とか、まあ、新聞制作のまあ話し合いだったりそういうことを主にしてて、場所はクラブセンターです。クラブセンターってどこって言ったらいいんですかね。近畿大学附属高校の近くって言ったら、まあまあなんか近くって言ったらいいんかな。ちょっと遠いですよね、まあ、大学からちょっと奥まったところにクラブセンターがあるので、クラブセンターで会議したり、そこに部室があるので活動してます。年に5回新聞を発行しています。そして、はい、本文です。まあ、見てる人もいるんかな、知ってる人がいるかもしれないんですけど、一応こんな感じです。はい、はい、サインとか。サインですよ。サインとかね、いっぱいあるんで、共有できたらと思って。村西選手の今年2020年1年目の目標。はい。開幕1軍。開幕するのに整えてほしい。そうね、無事に開幕してほしいんですけどね。うん。どうやろう。うん。あ、これちょっと取材の裏話になるんですけど、書いてもらうのに指揮書もとりあえず渡して、村西投手がなんか急に携帯を出してきて何か調べ始めたんですよ。でその時に開幕の幕っていう字が合ってるかどうか分からなくって、なんか調べて書いてたっていうのがありました。そういう、まあ、そういう一面も見えるね。そういう一面も見えるんですよ。あとは何やろな。なんかさ、キボールのやつとか。あ、ボールね。はい。あ、これか。それです、それです。これは卒業式の時に、いっぱい色紙を、結構まあ、キースポにもそうなんですけど、いろいろ。色紙もボールもたくさん本当にお願いしたんですけど、本当に丁寧に対応してくださって、すごいな。はい、もうありがとうございました。あとはサッカーの丸岡選手のサイン、ね、これね、うわ、頑張ってほしいな。頑張ってほしいですね、本当に。だけど得点、うん、オンライン授業こんな感じかな。どうなんですかね、なんか想像できないですよね、なんか、うん、オンライン授業とか進んでるわ。今年ね、キースポン賞もらいましたよね。報知新聞コンテストで写真部門は優勝しましたね、うん、そう、その、ね、この優勝してやってる写真、この写真ですね。部活って初心者からでもいけるんですか。キンスポはもうほんまに初心者から。本当に私も初心者でした。みんなほとんど初心者なんで、うん、キンスポはもう初心者でも大歓迎です。写真撮るのも記事書くのも新聞作るのもレイアウト考えるのも全部やるけど全部初心者です。そうですね、
本当に先輩方も優しく作業を丁寧に教えてくださるんで。だから今でも分からんことはいっぱいあるもんね。そうですね、私も1年間やっぱやってみて、ね、取材はまあやっぱり喋ることなんで、ちょっとしたらすぐは慣れるんですけど、やっぱりそれでも緊張はするし、それこそそういう新聞の紙面作成でもやっぱり作業がいろいろあるんで、写真加工したりとか記事書いたりとかね、なんか覚えることもたくさんあるけど、まだ全然私もまだまだなので、ね、一緒に頑張っていけたらなと思います。わからんなりに頑張ってます。頑張ってます。他初心者から初めておもろい部活あるかな。面白い。61号の、4面と5面に46団体すべての部活が載ってるんですよ。それもまた学校が始まれば配りたいね。配れたらと思ってるのでご覧ください。あ、部員とかマネージャーの募集もこの部活してるっていうのがそれでわかるんで、うん、そうですね、いろんな部活の情報が載ってるので、それを今見て興味あるところは入部相談などツイッター、インスタグラムとかやってると思うので、そちらに連絡してみてください。アイスホッケーとかも初心者からやな。そうですね、初心者ですね。選手とマネージャー募集してます。何とか氷上の格闘技やとか。ああ、でも確かになんかそういうイメージがあるかも。いいですね、大学から始められる部活動もね、フライングディスク、フライングディスクが、アルティメットとかね、一緒やけど。でも言われてもどんなのか想像できないですよね。うん。フリスビー投げるラグビーみたいな感じかな。簡単に言ったら。そうですね。あとはラクロスとかも、大学さん。うん。YouTube にいろんな団体の紹介動画が載ってるんで、おお。大学新刊チャンネルかなんかで検索して、ええ。たまにいろんな団体の紹介動画が載ってるんで、見てください。どこの部待ち活まもす。バイトしながらってできるんですか？できると思いますけどね。大体できてます。多分。まあ、そうなん何だ。より学生は授業優先なんで、そこを崩さないようにだったら、そういでけするとね。思います。うん。あ、キンスポの部員のアルバイトで特殊なとこといえば、スポーツ新聞のうん。検閲？そうですあまりね。詳しくは知らないんですけど、新うん。聞社で働く人もいて、うそれこそメディア関係に来た人とか、興味持っん。てやったら、普段からこういうことしてるから、新聞とかと携わる機会も多いんで、役立つと思います。サークルと部活って何が違うんやって言われたら、部活は大学から公認されてて、ある程度、育成費っていう形で、活動に関するお金はだいたい下りるようにはなってるので、交通費とかトレーニング器具とかを学校から支給されて自分たちのトレーニングに役立てられるので、打ち込みやすい環境にあるのかなと思います、部活は。取材で意識していることを教えてください。意識してることは、はい。まあ、見逃さないことですよね、一番大事。ああ。ここ見逃したら、記事も書かれへんし、インタビューもそうですできへん。ね。簡単そうで、意外と難しい。意外とそうですね。私が意識しているのは、野球部担当なんですけど、やっぱりそういうドラフトだったり、まあ大きな、そのまあ、よくテレビとかの取材、まあ、メディアの方が入られたりもするので、まあ、見た目、礼儀とか、まあ、そういうのもすごい意識するようにはなりました。そういうことも学べました。このキンスポの取材を通して。まあ、今年プロに行かれた方もいらっしゃったり、なんか名刺を交換する機会があったんですよ、私も。で、そういうのってやっぱり高校までで学ばないじゃないですか。なんかそういう社会勉強ができたんで、礼儀作法まで学べる。結構私はそれがなんか、やっぱ腰低く選手に取材するときは、そういう姿勢で入るし、そんなこともありましたね。
なんか社会人とか、その、うん、マスコミの人とも関わってる機会が多いか、うん、そうですね、はい、大学生だけじゃなくって本当に社会人の方とも関わりがあったりするので、まあ、ないことっていうか、はい、まあ、キンスポに入ったらそういうことも学べますよっていうことですね、うん、まさかでも自分が取材するなんて私もあんまり想像してなかったです。本当今でもちょっと緊張するもん。緊張しますよね、やっぱり本当。やっぱ年上の選手を取材するってなるとすごい緊張して硬くなりますけど、うん、これ聞いて失礼じゃないかなとかも結構考えた。うん、考えますよね、確かに。スポーツやってた人ってどのぐらいおるんやろな、キンスポで。でも結構聞きますよ。剣道が多い。そうですか。あ、でも何人ぐらい多い。あ、まあ、でも野球やってた方もいたりとか。まあでもスポーツ見るのだけ好きっていう人も全然ね、うん、そうですね、楽しめると思います、うん、OB おじいさんには取材したいですね。プロに行った人ね。今年は何人プロに行かれたんですかね。多かったな。今年結構いらっしゃいましたよね。野球の村西さん、バスケの今村さんと浜田さん、浜田さんで、サッカーの知念さんと丸岡さん、うん、今把握してるのは大体そのぐらいですけどね。あ、ね、イベント企画とか考えてる人とかは楽しいと思います、うん、迷子ごめんごめんですね。で企画やってて、うん、それを考えてっていうのも楽しいので、うん、やったもん勝ちです。そうですね。でもちょっとこれ紹介なんですけど、これ、去年作成した第58号の新聞の5面に載せてるラグビーの企画ですね。これラグビーワールドカップの前にやった。そうですね、はい、でも良かったね。そういう、まあ、ごめんではこんな企画を、ね、そうそうそうしてるので、なんか個人で企画したものとかあります？辻さん。そう、それね、 J リーグの取材に行くってやったんよ今年。取材申請までしっかりして。なるほど。コロナでなくなったけど、ね、J リーグのね取材とかもね行きたいですね、うん、どこのチームでしたっけ。知念さんが行った琉球、3月に京都でやる予定だと、なくなったんで、そうそう。まあ、そういうこともできんこともないよっていうことです。ね、大学生になったらやっぱり自分でね、うん、何事にも行動しないといけなくなるんでね。ここがやっぱり変わりますよね、一気に。うん、中高の部活よりかはね。うん。部活だけじゃないけど。うん。本当にあっという間に1年間過ぎるから、やりたいことは本当にやってほしいですね。そうそう、新入生のみんなにはこれからやりたいこと、やりたいことを教えて。大学でも部活でも、私はやっぱり部活で、なんかちょっと大きい、なんか一般生も参加できて、体育会生もなんか一緒にできる企画、まあ、以前あの握力測定やってたじゃないですか。ああいうなんかみんなでできる企画がねできたら嬉しいですね。大学全部巻き込んでな。はい、そうですね、大学近畿大学として聞く、みんなでできたらいいですね。キースポって年に何回大会とか。ああ、朝日新聞と報知新聞、スポーツ報知か。そうですね、うん、のなんかコンテストに出て、で新聞のね評価を、どっちやったっけ、写真賞は。写真賞は報知です。報知で新聞コンテストが写真で、朝日が企画、アスモーブのちゃんこ取材、ありがたいことに賞いただきました。はい、賞いただきました。あ、俺のやりたいこと、やりたいこと、はい、やりたいことです。集客試合をキンスポで企画したい。あー、なるほど。自分らで告知も全部やって、取材するときに、あ、キンスポ見ましたって言ってくれた人になんか、グッズかなんか作って、
本格的めっちゃ。ほんでそれで何人プラスできたかっていう。できたらやりたいな。いいですね、やりたいですね。どんだけ還元できてるかよ、金スポが。そうですね。大学でやりたいこととかありますか？なんかちゃんと卒業したい。まずそれが大事。そうそう、みんなそうやで、みんなそうです、ね、はい、まず大学を卒業する、うん、もうほんまに授業をちゃんと受けようね、うん、みんな。そうですね、ちゃんと真面目に受けて頑張りましょう。そういうことです。真面目にもう全部普通にできたら、うん、それでいいです。カメラ撮るコツはありますか？いや、私本当に高校の時高校野球撮ってたので、野球はまだ自信はあるんですけど、それ以外本当に自信ないので、撮るコツは本当に難しいな。動きを予測することです。あ、なるほど。次例えばサッカーやったらこの選手にパス出るやろなっていうのを周りを見ながら、そのボール持ってる選手と目線の先におる選手、うん、あとは格闘技とかやったらもう自分の応援してるっていうか近代の選手からピントを外さないように、ロクとかそんな感じだと思います。野球が一番むずいんちゃう？内野手がめっちゃむずそう。そんなにピッチャーバッターはまあ取れるやん。取れますね。確かに守備取るのは難しいかもしれない。でも私なんかアメフト、アメリカンフットボールとか、あ、それはやばい、行かせていただいたんですけど、でもやっぱりそれも大変やったし、やっぱコートで動き回るやつが私はほんまに難しかったなっていう印象があるんで。アメフトやばそう。どれがどの選手か分からんもん、うん、あー確かに、ね、行きたいけどな。何やろ、でもそれこそほんとサッカーとかラグビーも難しそうやし、バレーもちょっと行ったことがあって難しかったかな。体育館でめっちゃむずない？あー、バスケとかどうなんですかね。難しいイメージがあるんですけど。でもめっちゃいい写真撮るよな、みんな上手ですよね、本当に。先輩方マイカメラの人もいますよね。うん、俺はマイカメラやけど、部室に何個ある？はい、6個、5個ぐらい。6個ぐらいあるのかな。でも基本部室のにある、うん、まあ、カメラを使ってます。マイカメラを持ってる人もね、数人いらっしゃいますね、うん。まあ、物質に一眼レフがあるけど、みんなパクっちゃダメだよ。皆さん今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございます、はい、少しでも、まあ、近代スポーツ編集部のことを知ってもらえたら私たちも嬉しいです。近スポでも部員をまだまだ募集しているので、入部の相談とかあったらインスタグラム、ツイッターの DM にメッセージいただけたら対応させていただきますので、ぜひ活用してください。はいはい、そうですね。新型コロナウイルスの感染も拡大しているので、なるべく不要不急の外出は控えていただいて、まあ、マスク着用とか手洗いうがいを忘れずに、周りの人に迷惑かけない行動を取っていただけたらと思います。近所も新刊アカウントもあるんで、フォローしてくださったら嬉しいです。ツイッターもインスタグラムもあるんで、はい、フォローしてください。新入生向けのコンテンツを発信してるんでお願いします。